はい、コナンです。プクプクやっていきます。今日はですね、ひたぎクラブ02のファイナルのステージまで来ました。このステージ攻略していきます。ノーアイテムでやりたいなと思います。札はですね、戦場ヶ原ひたぎ使って、重い絵馬がですね、しのぶちゃんすねちゃってさを使います。このね、絵馬がね、すっげーね、スコアが伸びるんですよ。さあフィーバータイムで、やっぱりね、さすがにファイナルのステージというだけあってなかなか難しい。まあ、まだねちょっと札が育っていないっていうのもあるんですけども、まあ、後半一気にねフィーバータイムでエマを使った時にね、スコアが多分一気に伸びると思います。そこをね狙っていきます。まあ、前半はまずはねゲージを貯めていきましょう。さあ札使っていきます。このなんていうんだろう、ボスキャラはね、近くででっかい服を作って飛ばしていきます。さあ札使います。これで7秒間ね3チェーン以上でデカ服ができるんで、これがなんかすっげえスコアが伸びるんだよ。さあ一気にねコンボも伸ばしていきます。残り10秒まだまだいけますね。さあこれでスコアの方はクリア達成しました。まああとはね星どれぐらい取れるか。さあここまで、まあ一応ねクリアはできました。そして星は1個半ですね。微妙です。まあ多分ねアイテム使えば余裕なんですけども、まあとりあえずねノーアイテムでいきましょう。さあ上限は解放しておきます。レベル20まで